ディフューザーを取り戻した。爆弾を発見して解除しろ。ちょっと待って、投げ銭後で見ますね。とりあえず今俺ね、プレイを集中しないといけないからね。甘いわ甘いわ、実はもう上がっとんねん俺が。甘いわ、毒上がってると思わへんかったやろ。よーし、お、次なるアメリカンが、アメリカンピーキしてくるな俺。ピーキングアメリカンするか、ほら、来いや、来いよ。甘いわ甘いわ、それは甘いもん、それは甘いもん、甘いわー、いけるわー、気持ちいい。どこ、爆弾を見つけた。どこ、俺の予想ではカフェ。ディフューザーを確保した。お前カフェいるやろ、どうせ知っとんねん。甘い、敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。なんかすげえって、柱裏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 やった。リロードする。あ、白間裏入った、近い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 、たぶん白間裏入った、入ってきた、頭に使って、頭に使って、白間壊した、白間壊した。あ、ってどこ、黒番、黒番、黒番だこれ。あった、俺も現地行くよ。ディフューザー作動中、何としても守れ。異常階段降りてる、異常階段降りてる、入った、こっち入ってる、ナイスケーキ。敵部隊を制圧、使ってるから。ストルウォーカーの進行、チキンさん、これ壁の中で。やったー、一人。ナイス。バリケード前、バリケード前。エスタブル、エスタブル。バリケード前、あれだよ。エスタブル、エスタブル。出てきたら引っかかる、出てきたら引っかかる。バリケード、バリケード、バリケードやった。ナイス、いいよ。回る回る。ディフューザー確保。一応か。残り15秒。別量だよ。10秒。はい、味方のエレベーターはあと1人だ。機体が爆弾を解除する。ディフューザーを停止してくれ。あ、敵のエレベーターは残り1人だ。なるほど。ディフューザーは停止してくれ。びっくりしたわ、びっくりしたわ。なんで？心臓止まるかと思ったんだけど今。ディフューザーを停止した。たくさんもっと雰囲気出して、今敵部隊が爆弾を解除中、ディフューザーを手に入れて。やった、バックが敵陣だわ。リロード、あっちゃいねえんだね。あ、おかいにいるわ。さやがって、お前ら、うしいから。残り15秒。もう俺とも殺す気ないもん。何やってんの。敵オペレーターは残り1人だ。どこなのこれ。ははは、無理だ。非常診断だ。弾やった、あと危ないから飛ぶわ。いやー、すまん。あったあった、怖い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 、あったあった、あったあった、あった。え、どっ、階段、階段、まだまだ、お願いします。うぃー、ハルスにシャムスキンとか出えへんかな、ね、あ、寝たやろ。しゃ、今日も抜き打ち IO データのモニター使ってるかテストやりますか。このテストはレインボーシックシージをプレイしている皆さんが IO データのギガクリスタを使っているかどうか、こちらをテストする、動画になります。ここの僕がいるポジですね。これは、非常に見にくいポジでして、IO データのギガクリスタを使っていないと、ブラックイコライザー等の設定ができないので、敵が僕のことを発見することができません。このドローンのように、はい、こうやってですね、完全に見逃してしまうという、そういったものになります。まあ、ということで、アメリカ人は確実にギガクリスタ使っていません。はい、ちなみにギガクリスタ以外にもブラックイコライザー使えるモニターたくさんありますので、語弊はあるかもしれませんが、ギガクリスタを持っていないやつは、このポジションを発見することはできません。あえて言おう。ギガクリスタは神であると。はい、仲間が急に死にました。ゴミ。はい、仲間がラペりました。一人引っかかった、一人引っかかってますね、アホやから。はい、こいつですね。
はい、こいつギアクリスタ持ってません。はい、すでにギアクリスタ持ってないやつが2人います。はい、じゃあもう一回ギアクリスタポジション入りましょう。これね、僕のモニターめちゃめちゃ綺麗に見えてると思うんですけども、皆さんだと全然暗くて見えないと思います。これ敵来ませんね。まあ多分ギアクリスタ持ってないんで、まあ諦めたんでしょうね。まあギアクリスタ持ってなかったらオフィス攻めできないんで、多分ギアクリスタ持ってないから諦めたんでしょう。はい、まあこんなね、ギアクリスタ持ってないと絶対勝てないというこのゲームなんですけれども、今ならこのモニターなんと3万円で、3万円とあとちょっとで購入することができます。はい、この、サッちゃんもギアクリスタ持ってないんで僕のことに気づいてません。はい、俺ギアクリスタ持ってないんでこれ攻撃成立します。はい、はい、ということで、皆さんギアクリスタというモニターをご存知でしょうか。モニター、モニターはご存知でしょうか。はい、ギアクリスタというモニターですね、非常に優れている点が多くある、まあそんなモニターでございます。まあ今回ね、あ、はい、ではね、防衛していきましょう。あ、来い、ここもギガクリスタ案件やと思うねんな、割とここもギガクリスタ案件だと思うんですよ僕。はい、ギガクリスタ、はい、ギガクリスタ勝ってどうぞ。はい、ギアクリスタ勝ってどうぞ。敵オペレーターが一人残っている。勝ってどうぞ。敵部隊を排除、ミッション成功だ。飛び外か、どうしようかな。飛び外なら普通に飛び出して殺したい感があんねんな。そういう欲求あんねんけど、わかる。多分これ現もうこっち来んやろ。行くよ、多分行けると思う。ここにいると敵に行くよ。交換する。2人あった。はい、ディフューザーを取り戻した。爆弾が見つかった。あーくそー、勝てー。もう階段側いる。バリキンか。これ絶妙か。2枚、あと15敵は残り2枚。ラスト下にいたやつ。敵部隊を排除した。換気入ってる。敵のオペレーターは残り1人だ。まだいい。マジ食堂通知を入った。リロードする。うん、トゥイッチ勝手口キッチンいる。ついっちゃった。キッチンのトゥイッチ。あ、了解。やった。あ、開いてなかった。なんでブルーバの窓外に2人でいいんだよ。やべえだろ。わあ、クソエイマー。5秒前、敵オペレーターが1人残っている。ナイス、ナイス。時間切れだ。皆さんはレベルインフィニティをご存知でしょうか。レベルインフィニティとは素晴らしいパフォーマンス、軽量化されたボディ、洗練されたデザイン、そして日本の代表するプロゲーミングチーム父の背中が納得をする後輩PC である。まあそんなレベルインフィニティを使うと、敵が死ぬ。今ならレベルインフィニティ月々3000円で購入できるレベルインフィニティっていう広告を今回取ることになりました。はい、あいつの今のグレも俺がレベルインフィニティで倒しました。くそ、今のはレベルインフィニティのせいじゃない、仲間のすれ違われる。マグチェンジだ。
ナイス。はい、ということでレベルミート疑惑リスタのおかげで4対2で勝利することができました。ありがとうございます。続いて